小長井はじめは、日本放送、CP 局報道スポーツコンテンツセンタースポーツ部の、アナウンサー。神奈川県出身。2003年6月1日、小学2年時に、初めて野球観戦したよ。ミュージャイアンツ、阪神タイガース戦の翌日の試合で、高橋義信のさよならホームランを見て感激し、以降地上波のテレビ中継開始前から試合中継を、している。 ラジオ中継を視聴し、その中で実況アナウンサーのモノマネをするようになり、友人の前で披露し、評価されたことでアナウンサーを目指す。以降、就職活動でアナウンサーを目指すが、目標が東京ドームの巨人戦や有馬記念等の G1 レース実況としていたため、純金局や機関局のアナウンサー職を受験せず、一般企業と併願し、 最後に選考が残った日本放送から内定を受け、2018年3月、早稲田大学卒業後の同年4月、日本放送へ入社。同月29日に、同局の公開イベント日本放送ザラジオパークイン、日比谷内のアナウンサートークショーに出演。アナウンサー研修を経て、同年7月12日のフレッシュオールスターにて、ショーアップナイターに初登場。 翌2019年7月11日のフレッシュオールスターにてイニング限定で実況を担当した後、2019年9月4日の RCC カーアップナイターにて試合同士での実況を初担当し、ショーアップナイターでも2019年9月14日にて正式に実況を初担当した。2021年5月30日、入社3年目で第88回日本ダービーを実況。 ありがとうございます。